すべての登場人物はフルボイスであなたに答えてくれる。中でも主要登場人物の声にはまさに命を吹き込まねばならない。条件がある。自分たちの旅行を知りたい。葉月亮を演じるのは松風雅也。個性の強い連雨院は萩原匠。そしてヒロインレイシェンファを演じるのが石垣葉月。彼らのメッセージからシェンムーの世界へのさらなる期待を膨らませてほしい。このゲームはですね、このみんなが一般に生活している世界とそのゲームの世界があったら、その世界にこう完璧に住めるようなゲームだと思います。これじゃあ松風くんにお願いすると。 ありがとうございます。僕は初めから受かった時からも最後までしっかりと一作品をやるつもりでした。でもユウさんはそこで、でも君にお願いするにあたって一つ僕が考えているものがある。この今回のシェンムーの葉月亮のかっこよさ、それを演じるこの僕に、あ、かっこ悪い、はっきり僕が言う。でも僕が言うかっこ悪いっていうのは、日本の役者さんとか近所にいるかっこいいお兄さんとか、そういうスケールで考えてない。例えて言うなら、ハリウッドの第一線でこう活躍するような人と比べて、かっこいいかっこ悪いっていう基準で僕は君にかっこ悪いって言うからっていうのを初めに言われたのがすごい印象的ですね。このシェンムーというゲームはですね、各分野のスペシャリストの人たちがその分野のこう自分のできることを全部こうグワッと圧縮して、さらにこう最新技術だったり、僕もそうなんですけど、やれること全て全部をこうつぎ込んで皆さんの手元にこう届くんです。でもシェンムはそれでは全然完成してなくて、そこにやる人の判断とこうその人らしさが入って初めて完成するゲームなんで、皆さんもぜひこのゲームを実際にやってみて、シェンムーの完成形を作ってください。残っていってほしいですね、作品として。私がおばあちゃんになった時も、あ、シェンファだって言われたいです。シェンファは村でお父さんと2人で暮らしていて、自然の中で暮らしている子なので、物欲があったり流行に惑わされたりするような子ではなくて、純粋というか自分の生きるペースをしっかりと持っている子だと思います。セットも何もなくて、衣装もこう黒いピシッとしたモーションスーツっていうんですけど、私たちはもじもじくんスーツと呼んでるんですが、そのスーツを着て全部が想像で演技をするんですね。だからそういう想像力というか、想像をして演技をするというのが、
これからすごく役に立っていくと思います。いろんな人がいろんな体験をしてそれぞれ違った量になっていくと思うんですが、早く素敵な量にケンファは会いたいと思っているので、素敵な量になって早く会いに来てください。はいだってギャングですよ。ギャングの頭ですよ。このアバディーンの下々の者たちがこう、ね、安心して暮らせるようになって思ってないですよ。ね、ガンガン言ってるやつがね。だからね、入れ替わっちゃった感じがするんですよ。なんか萩原がゲームの中に行った代わりにレンが出てきた感じがするんですよね。初めて見たときはすごい気持ち悪いですよね。どんな真似したってやっぱ誇張ってあるじゃないですか、普通モノマネだったら。その時にほぼリアルな自分の動きがあったりしますよね。ほか360度どこから見てもそのね、気持ち悪いですよ。やっぱりそんなあるわけないですからね、普通はね。兄弟で、似てんね、その素振り、その表情って言われたって、似てないですもん。同じじゃないでしょ。だけど、同じじゃないですか。やった覚えがあるのをすぐさまそこで見れるやつですぞ。気持ち悪いなと思うんですよね。どう言っていいかわかんないですよ。選択肢が狭い感じがしたんですよね、ゲームって。ここ来て、毎日こうできてくるじゃないですか。作品見て、ちょっとワンシーンとかでもね、これちょっと縛りないぞみたいな。これし、こんだけ縛りがない、ね、ものなのかっていうふうに気づいたときに、なんかちょっと申し訳ないなって。てか、瀬川さん申し訳ないとか、ね、こう、監督申し訳ないとか、そういう話じゃなくて。ゲーム、申し訳ないっていう感じですね。ゲーム対俺で。すごいっすよ。あのね、すごい、危ないなと思ってたことがあってね、みんなできんのかなって思ったんですよね。だけど、ちょっと安心したのは、鈴木雄志が、これ大丈夫なんですかねって言って、言った時に、大丈夫だよ。うちの娘は3歳だから。ね、娘が楽しめなきゃ、まずダメだって言って。ああ、じゃあ3歳の子できるんだったらね、できるっていうか分かるってことですからね。できるだけじゃなくて、楽しめるってことですからね。それでいて、3歳から6歳までのお子様にっていうことじゃないですからね。すごいですよ。